皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では、私たちが自分や家族の身を守るために重要な事実を話していこうと思います。真実とは単純なものではないし、白か黒かで区別できるものでもないということです。むしろグレーゾーンの方が多く、その中でいかに身を守るために必要なエッセンスだけを抜き取るかということが重要になってくると思います。おそらく今後の世の中はますます混沌とした時代になってくると思いますが、それは救世主だと思われた人が実はそうでなかったというようなことが普通に起きてくるかもしれません。結果的に騙されたというわけです。という私も散々人に騙されてきたわけで、偉そうなことを言える立場ではありませんが、だからこそわかることもあり、今この時点で言えることは何かということについて情報をシェアしていこうと思います。今ご視聴の皆さんの興味は何でしょうか？実は自分にとって本当に大切なものとか問題の解決策というのは、今時点に興味がないことの中にその答えやヒントがあるかもしれません。そういう意味でこの動画が皆さんのお役に立てるかもしれませんので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、昨日ダボス会議2024でスピーチしたアルゼンチンのミレイ大統領の動画を配信しました。いつもありがたくコメントを拝見させていただいていますが、その中で非常にありがたいコメントがありました。書き込みいただいたコメントは間違いなく拝見させていただいております。この場をお借りしてお礼を言わせていただきます。いつも本当にありがとうございます。そのコメントで何が書き込まれていたかというと、ミレイ大統領も操り人形であるという説があるというものです。その視点というのは本当に重要なことだと思いますので、最初にシェアさせていただきます。そのコメントに対して返信させていただいたのですが、ミレイ大統領も誰かに操られている可能性は十分あります。それはアメリカの前大統領においても同様です。そんなこと言ったら誰も信じられないではないですかというツッコミが入りそうですが、その人を信じられる信じられないと決める根拠について私もだいぶ考え込んだ時期があります。世の中には裏切られたとか詐欺られたとかいう話でごった返しています。今の法律では、少なくとも詐欺罪を立証するには、その行為をする前提条件として詐欺行為を働こうとする意思があったかどうかが争点となっているようです。つまり結果的に自分の思惑とは違う結果になったということで、相手を詐欺だとして揉めているケースがほとんどだと思われますが、そんなことばかりが続くと人間不信にもなるというものです。その話とミレイ大統領が操り人形ではないかという話がどう結びつくかというと、1、他人は自分と 100% 同じ価値観意見を持っているわけではない。2、敵の敵は味方であるという事実。3、ろくでもない輩たちの手口は巧妙なる心理戦であるということに行き着きます。今回ダボス会議でのミレイ大統領のスピーチを取り上げましたが、動画内で言っているように、このような発言をさせているということに対して、ろくでもない輩たちの力が弱まった証拠なのかもしれないという考え方が一つ、もしくはこれ自体がある意図を持って仕組まれたことかもしれないという見方です。つまりミレイ大統領のスピーチはろくでもない輩たちによって作られたシナリオの一部かもしれないという見方です。皆さんはどのようにお考えでしょうか？このような視点というのは非常に重要だと私は思っています。サムネの中で敵の敵は味方ですとキャッチフレーズを載せましたが、世界で行われている外交というのはまさにこれです。他人が自分と 100% 同じ価値観意見であることは現実的にありえませんし、求めるものではないと思います。流行り病蔓延時でのあれを受け入れるかどうかで、親子でも意見が分かれたと思います。たとえ血を分けた親子でも意見が同じわけではありません。もはや一人の別の生き物です。アメリカ元大統領についても同じテーマで語ることができます。花札さんと呼ぶことにしますが、花札さんはマーガといってメイクアメリカグレートアゲインをスローガンに再選を果たそうと現大統領と民主党と熾烈な戦いをしています。あの方においても信頼のおける仲間だと思っていた人たちから続々と裏切り者が出ています。ほぼ全員が裏切り者だったと言えるのではないでしょうか。裏切られたというのは一つの現象であり、その実もともと反対勢力だった可能性もありますし、途中から工作活動の術中にはまって寝返ったのかもしれません。次々に花札さんが裏切られている様を見ているとつくづく思います。そして私は花札さんに大きな期待をしていますが、一方であの方もどこまで信用できるかわからないとも思っています。実際にそのように警告している人もいます。それにも同意します。
しかし花札さんはアメリカの国益を取り戻すために国の代表になろうとしています。その国益だけを見た時に日本の国益とは相反することも出てくると思います。その時花札さんを懸命に応援していた日本人は裏切られたと思うのでしょうかという話です。結局は花札さんもグローバリスト側ではないかというわけです。花札さんが大統領になってアメリカの国益を追求した結果、日本の国益が損なわれた時にやはりあちら側の人間だったと思うのでしょうか。こうして考えると頭が混乱してくるかもしれませんが、重要なことです。もしかしたら現大統領も花札大統領もろくでもない輩たちのバックにいるラスボスによって操られているかもしれません。ミレー大統領においても同じことが言えます。あくまでも可能性の話です。だとしても当面の敵は現大統領でありろくでもない輩たちです。私たちや世界人類の共通の敵と戦っている花札さんを応援するのは理にかなっていると考えます。ミレー大統領の話に戻しますと、そのろくでもない輩たちの巣窟であるダボス会議であのようなスピーチをし、世界中の危機感を持ったまともな人たちの心に響くスピーチをしたことには大いに意味のあることだと私は思います。私は普段好奇心が赴くままにいろいろな情報に触れているのですが、旧約聖書の中で今回のテーマにつながる話が出ていたと記憶しています。それは最終的にエルサレムに救世主が現れることになりますが、そこに向かってはいけないと警告している部分があります。イエスは弟子たちに世界の終末にはどんなことが起きますかと聞かれた際、人を信じるなという感じの回答をしたと思います。若干違うかもしれませんがお許しください。つまり盲目的に人を信じるなということを言っているのだと思います。特に混沌とした現在の世界情勢のような時にはなおさらです。なので私はインフルエンサーと呼ばれる人たちもそのような目で見ているのですが、気のせいかもしれませんが途中から変なことを言い始めた人もいます。どう善意的に考えてもろくでもない輩たち側の代弁者のように捉えられる人もいます。明らかにそのような発言をしている人の声は聞かないようにチャンネルにアクセスすることをやめたりしています。私が思うに多くの人たちには人や物事を白黒はっきり区別したがる傾向があるのではないでしょうか。あの人はこういうことをしているから悪い人、こういうことをしているのでいい人という具合です。そうやってろくでもない輩たちは支配下にあるマスメディアを使って人を術中に陥れているのではないでしょうか。今は自民党のスキャンダルでものすごく騒いでいますが、それは明らかに良い傾向だと思いますが、また何か裏があって仕組まれたことかもしれません。政治家は国益や国民の安全を考えるのが仕事であり責任です。ところが世間では仮に政治家としての手腕が素晴らしい人だったとしても、その人に不倫問題が出た時にそこをつついて袋叩きにして政界から追い出すことをしています。このことは敵対しているろくでもない輩たちにしてみれば願ったり叶ったりというわけです。決して不倫が良いことだと言っているのではなく、冒頭にお話しした敵の敵は味方という感じの考え方が必要なのではないでしょうか。少し適切な例えではないかもしれませんが、私にしてみれば政治家としてのプライベートな問題などどうでもいいことであり、それよりも日本が日本であり続けるために障害となっている問題に対して取り組んでいただきたいと思うわけです。いつもそうやって足を引っ張る野党がいて、単なる政権潰しではないかと思ってしまうし、日本滅亡を願う勢力による大事な議題をさせないための工作活動である可能性も十分あるのです。だから私たちは情報操作をされないようにしていく必要があると思うわけです。今回の話で言えば、ミレー大統領のスピーチ内容は大変素晴らしいものであることは間違いなく、そこだけをエッセンスで受け止めればいいのではないでしょうか。本当の目的は他にあったとしても、あのスピーチは世界中の人たちが聞いているわけであり、人類を貧困から解放した自由主義システムを全否定する共産主義や社会主義を採用している国において、今何が起きているのかということに注意がいくと思います。隣の赤い国で起きていることを見れば一目瞭然です。自由主義も社会主義や共産主義も完璧ではありませんが、経験で言えば自由主義が一番まともだというのが現時点の正解だと思います。ダボス会議を主催している世界経済フォーラムは明らかに世界を一つにまとめ上げ、全体主義化や共産主義化した統一政府を目指していますし、堂々とそれを表明しています。ろくでもない輩たちは長い時間と莫大な費用をかけて全世界の人たちを自ら考えることができないような思考停止状態を作り出してきました。そして日本においては大成功しましたが、他の国ではうまくいかなかったようです。
ドイツやフランスなど自分というものを確立しているような民族はデモなどによってその意思表示を強烈に表現しています。デモ行為がいいことだとは思いませんが、筋の通らない抑圧への反発は見習わなければならないと思います。そういった事実を日本のメディアはあまり報じません。知ってほしくないからでしょう。その点日本人は給料がほとんど上がらない状態を30年以上も続けてきているのに粛々と耐え忍んでいます。彼らによる洗脳が一番うまくいった民族なのではないでしょうか。そして日本においては芸能界や政治家などの血筋を見ると純粋な日本人ではないケースが多いという情報があります。どちらかというと裕福な部類に入る人たち、いわゆる成功者にはそういうケースが多いと聞きます。そして純粋な日本人はどちらかというと冷や飯を食わされていることになっている可能性があります。しかしそんな統計などないので証明はできませんが、あくまでも肌感覚ではそのように感じます。これについてふと思ったことは、今イスの国とハマ部隊によってパレス人たちが悲惨な目に遭っていますが、その中には政党の湯で始まり矢で終わる人たちが二級国民として長い年月の間苦労して生きているという事実と日本人が置かれていることと共通点があると思いました。その日本人の 40% から 50% の DNA には政党湯で始まり矢で終わる人たちのそれと同じものが受け継がれていると言われています。そして偽物のそれは政党である存在をこの世から消し去りたいわけですし、そう言っています。日本人なんとか計画ということも言われていますが、共通項があるのかもしれません。今回はものすごい速さの展開で世の中の情勢が変化してくることに対して情報に踊らされないようにするために必要だと思うことをシェアさせていただきました。いかがだったでしょうか。世の中には一般庶民が自分たちはずっと騙されていたと気がついてほしくないろくでもない輩たちがいます。そして彼らは情報工作のプロです。長い時間と莫大なお金を使って情報操作を可能にする武器を手に入れています。私たちを情報撹乱するのは庶民が目覚めた時には全てひっくり返されることを知っているからです。その彼らが用いる工作方法というのはある程度パターンがあると思いますので、それを知っていれば簡単に騙されることはなくなると思いますし、真実が見えてきます。それらが分かってくるとまるで知恵の輪やジグソーパズルの最後のピースがはまった瞬間の快感に似たようなものを感じることができると思います。私のチャンネルではある意味私の好奇心が赴くままに動画にて情報発信していますが、その中でこのチャンネルを応援してくださっている方々の中にある傾向があることに気がつきました。それは食糧危機のことや今でしたらホルホル海峡のことなどについてはおそらく興味があるのでしょう。私のチャンネルの中では比較的アクセスがあるジャンルだと思いますが、 AI に関することやスマートシティに関することなどはあまりアクセスが伸びない傾向にあります。私の動画の作成スキルに問題があるのかもしれませんが、おそらくご視聴の皆さんの興味がないのではないかと思います。今自分の中で一番興味がある動画に飛びつくのは当然なこととしても、意識していろいろな情報に触れていると相乗効果が働いてくることに気がつくことになると思います。まるで亀の中にいろいろな野菜や果物を入れて熟成発酵された酵素のようにものすごい栄養が取れるということが起きてきます。 AI のことやスマートシティ関係の情報もぜひつかむようにしてください。そこからハワイのマウイ島火災や能登半島地震と接点が生まれますし、スマートシティは便利であるかもしれませんが、ろくでもないことに利用された場合にはどんな恐ろしいことにつながるのかという考え方にもつながります。そういった考え方、俯瞰したものの見方ができれば今の時代で起きていることや流れが感じられるようになるのではないかと私自身も日々精進している途中です。決して上から物を言っているつもりはありませんが、共にろくでもない輩たちの目論みを頓挫させ、共に生き延びたいと強く願っておりますので、参考にしていただけたらと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。またコメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。